皆さんおはようございます。ラブカス TV 川口マラブです。ついに新型フェアリー DZ 発表されましたね。いや相当にですね、皆さん注目したと思いますけれども、今回はアメリカで発表がなされたということでございます。で、リリースも早速出てますので、それをなぞりながら、速攻でですね、解説していきたいと思います。今回ですね、登場した フェアットこれですね、まず分かったのは、スポーツとパフォーマンスという2つのグレードがあって、さらに240台の限定生産となるプロトスペックというモデルが存在するということでございます。しかも、搭載エンジン。これはもう以前から言われてた通り、3リッターの V6 のツインカーボ。いわゆる VR30DDTT というエンジンですね。こちらが搭載されました。そして、ここに6速のマニュアル。さらに、新開発の急速 AT。 これが加わっていてそして皆さんが気にしている最高視力ですけれども日本的に言うと最高視力405馬力そして最大トルクこちらは475ニュートンこれを5600回転で発生するというスペックになっておりますまあ細かいところはおいおいちょっと話してきますけれどもまずリリースによるとこのプロトスペックという240台限定のモデルありますけれどもこちらは専用のですね黄色いブレーキキャリパー Z ロゴが入ったものが与えられてさらにブロンズカラーのアルミホイールそして黄色がアクセントのホンガチートと黄色のステッチをインテリアの随所に施しているということになりますというのがまず1段目に書いてあることですねそしてその次に書いてあるのがそのパフォーマンスについてというところですけれども、まあ、今回この Z を手掛けたのはもう皆さんご存じ Mr.GTR でもある田村宏さんですねこの方が Z も今回手掛けて、まあ、今回目指したのは史上最高の Z を作ると。 いうにに歌っててますすのででこここも非常に期待が持てるところですしかも新型 Z はパワフルで俊敏なだけではなくドライバーとの一体感をさらに高め最高のダンスパートナーやることを目指したということですのでいかに一体感のあるそして操れる車であるかということを歌っているのだと思います。 それで3リッターの V6 ツインターボ、これ新開発というふうに書いてあるんですけども、果たしてどのあたりが新開発なのかというのは気になるところではありますけれども、最高出力が先ほどお伝えしたように400個馬力、そして最大トルクは475ニュートン、これ5600回転で発生するということになります。さらにそのあとに付け加えられているのは、出力を大幅に向上しながら、シャープでスムーズなレスポンスを実現しました。ということで、果たしてどのあたりが新開発かというところは書いてないんですけれども、これはおそらくスカイライン 400R。 これに搭載されたあの3リッターの v 6ツインターボそのエンジンがより磨き上げられたものと。 考えていいいいただければいいと思いますそしてさらに読み進めていきますと今回の6速 MT には大トルクの VR30DDTT エンジンに対応するためにクラッチディスクとギアトレインを強化しているというふうに歌っていますさらに新設計のシンクロシステムを採用することやシフトプロファイルの変更によってドライバーの意のままのスムーズなシフトチェンジを実現するというふうに書かれておりますそして新解像急速 AT こちらですけれどもこれは幅広いギアレンジを持つものになっていてダイレクトで素早いレスポンスを実現するのはもちろんですけれどもこれと同時にです、ね ですね、通勤とか高速道路のロングドライブで最適なスタンダードモードというのがあってさらにポポテンシャルを最大限に引き出すためののスーーツモードとといいいううが設定されているということになりますでこのスポーツモードなんですけれどもこちらより速い加速制御に加えて今回はステアリングや VDC に専用制御を採用することでワインディングをキビキビと駆け抜けることのできるそんなプログラムになっているというふうに書かれています。 そして次ですけれどもこれ面白いんですが日産の後輪駆動車として初めてクラッチ操作でエンジン回転数を保持して停止状態からの加速性能のポテンシャルを最大限に引き出すことができるというアドバンストローンチアシストコントロールシステムというものが入っているということだそうですこれは AT 全車にもちろん入ってますし MT もパフォーマンスというグレードには入っているというふうに記されていますさらに高速走行時そしてコーナリング時にレスポンスの高いハンドリングを実現するために ボディ剛性を向上しラックアシストタイプの電動パワーステアリング加えてワイドフロントタイヤを採用することによってコーナリング性能を最大13%向上させたということですのでこの辺りもどんなコーナリングをしてくれるのか、まあ、限界の高いコーナリングが実現されているということだと思いますので非常に期待したいところです。 さらに細かい話になってきますけれども前後のダンパー、こちらには新設計の大容量のモノチューブが採用されたということもあえて記されていますこれによってですね減衰力を現行より約20%低減することによって路面突起乗り越し時のショックを低減しモノチューブ式の強みである高応答性ですねこれを生かすことによって路面追従性を向上させさらに高い操縦安定性を実現しますというふうに記されています そしてアルミ製のダブルウィッシュボーンフロントサスペンションですねこれはキャスター角を増すなどのジオメトリ変更を行っていますこれによって直進安定性も向上しているとそしてもうすでに皆さんプロトでご覧になっていただいていると思いますけれどもデザインについてという部分ですが、まあ、この辺りもうすでにご覧になっていただいたプロトタイプとほぼ変わらぬものが実現されているというところですしまあ、市販型になるにあたって細かいところがブラッシュアップされてより魅力的な見た目になったと。 いうところが今回見た印象ですねでまずパフォーマンスグレードなんですけれどもこちらにはリアスポイラーが採用されているのがポイントになりますこれは当然リアの浮き上がりを抑えるものですけれどもこれと合わせてフロントのスポイラーこちらも GTR の開発で培ったノウハウが入っているというふうに記されてますのでこの辺りも実写を見てチェックしたいところだなと思いますでさらにボディカラーなんですけれどもモノトーンが3色そしてセイランブルーとイカずちイエロー含むツートーンが6色 いずれもスーパーブラックルーフということになりますけれどもこれが用意されているということですねさらにインテリアデザインですけれどもこちらも,もうプロトで見ていただいた時とほぼ変わらないものが実現されているというのはもうご覧の通りでありますでまあ細かいこと言いますと12.3インチのワイドディスプレイが採用されているというのが特徴ですしレブカウンターの針がですね真上を刺すと同時にシフトアップインジケーターが点灯して点滅してドライバーにシフトアップを流すなど重要な情報を一度に表示できるようになっているのが特徴ということになります さらにドライバーの好みに合わせて表示モードも3つに切り替えられるというのが特徴ですさらに新設計のシフトレバー、これはマニュアルオートマシックとともに握りやすいものを実現しているというのはもちろんのことですけれどもステアリングも深いスポークを採用しているのも一つ特徴と言える部分です、まあ、これは伝統的な美しさを損なうことなくドライバーが素早く操作できるそんな形状が採用されているということだそうですそしてシートこちらは GTI の開発で使ったノウハウを入れたシートということになります でシートバッグにスウェードがこう採用されることによって体のズレを防いでくれるようなそんなシートになっているということですね、まあ、この辺りもご覧になっていただいた通りというところでございますさらにインテリアカラーですけれども今回グラファイトレッドブルーの3色これが用意されましたそして特別限定使用者のプロトスペックなんですけれどもこちらはインパネのステッチをはじめとして室内の随所に黄色のアクセントが入っているというのが特徴ですねあの時プロトで見た、 雰囲気そのままに再現されているということですね。またシード素材を重ねることによってグラデーション効果と立体感を出しているのも特徴ということになります。さて、そんな新型フェアリティセットですけれどももう一度おさらいです。グレードはスポーツ、パフォーマンスそして240台限定のプロトスペックこれが存在するということになります。搭載エンジンは v r 3 0 d t t t 3ーの v 6ツインターボ最高出力は405馬力最大トルクは4 7 5ン、 ここれを5600回転で発生すす。るとということになりますそしてトランスミッションは6速のマニュアルさらに新開発の急速 AT ということになりますブレーキですけれども前後ともにベンチレーテッドディスクを採用していてこれも前後ともに4輪アルミキャリパー対抗のブレーキが採用されているということになりますそしてボディサイズなんですけれどもこれインチ表示で出てますが。 日本式に直してみましたまず全長ですけれども4 3 7 9ミ、mm、リそして全幅は1 8 4 4ミ、mm、リさらに全高は1 3 1 5ミ、mm、リそしてホイールベースは2 5 5 0ミ、mm、リということになりますそしてタイヤサイズですけれども最もベーシックなスポーツこれが245の 45R18 これ前後とも一緒ですねそしてパフォーマンスグレードこれが255の 40R19 これがフロントですねそしてリアが275の 35R19 これはプロトスペックも同じというサイズになります。ということで、日産から出たリリース。これはあくまでも今回のアメリカ仕様の情報ということになります。そして一番下になお新型 Z の日本仕様であるフェアレディ Z は冬の発表を予定しているというふうに書いてあります。これポイントなんですけれども、日本仕様であるフェアレディ Z という,うに言ってるわけですね。アメリカだとフェアレディがつきません。Z という社名だけになります。 ここはポイントなので日本仕様はフェアリディジェットというふうに言いますよと言ってますね今季の冬に発表されるということなので、まあ、まあ冬というのは今年が来年の頭も冬なのでおそらくまあオートサロンが開催されればそこで発表されるんじゃないかというのが私の読みでございますというわけで今回はついに登場した日産新型フェアリディジェットこれを速攻解説させていただきましたよろしければ高評価チャンネル登録もお願いいたします それではまた何かあればすぐにニュースにしたいと思います。ラブカース TV 川口学部でした。